テルタケとは架空戦機、朝日の艦隊に登場する架空の軍用機である。機種は環状急降下攻撃機となっている。この表記からわかるように急降下爆撃が可能である。また、対艦船、対地攻撃のほか、戦闘機としての能力も高い。外観はややアヒルのくちばしを思わせる機種と機微に取り付けられた Y 字型尾翼の根元にジェットエンジン2機があり、 その上に制動版が設置されている。対戦後半から投入された改良型。超音速飛行が可能。コミック版では機種にオリジナルの面影を残しているもののベースは F-4 ファントムであった。また機関砲は機種魔獣に一門のみになっている。第3巻より登場し原作同様、ジブラルタル要塞を空爆した後、9巻で潜水空母。 スレーブにルる姿を攻撃し、撃沈した。この攻撃は、原作、コミックでは、対戦攻撃機、稲妻及び神風型対戦駆逐艦が挙げたもので、ある。なお、外観は原作に近いが、尾翼の真ん中にジェットエンジンが付けられている。第14巻より登場し、対地、対艦攻撃だけではなく原作ではなかった、ホルス16迎撃も行い、OVA 終盤では、 極日艦隊のみならず、高杉艦隊の艦載機としても登場した。外観は F-101 ブードゥーそのものであり、オリジナルが、空戦能力が欠如し迎撃機、偵察機としか機能しなかったが、こちらも同様である。極日艦隊仕様の機体色は、水色ベース、高杉艦隊仕様は、緑と灰色のツートンカラー、イコール旧海軍機カラーだった。ありがとうございます。